題名はまさかこんな日が来るとはあのー、ね <laughs> 俺田久保慎則言うんやけどね山口県で5つまで育って函館で十七まで育って勇友高校、えー、と落第でたから函館北高から第2期生で戻った男やけども日本高換川崎の目黒のおばちゃんの紹介かなんかしたけど分かってから 下関に帰って、<laughs> でまあ、その後、甘仕事せんで母、母親と一緒に35のところに出てきて、母親が何、えー、ぼや、十六で死んで、<laughs> あとは見てね、で現在西内く <laughs>、えー西内、西成区、大阪岸成だと <laughs>、えー、72歳、<laughs> まさかね、こんな日が来ると、そのまさかいうのはね、億万長者以上になる。 ままで来ました今はないよ、生活。これで、生活後11年目。ほれで、生活後でね、金持ちになるやつ、おら、簡単に言うと。あこれね、結局ね、頭の問題だよね。例えば、あの、ひろゆきか。あの人知ってますニコニコ動画とかね、ツーチャンネルとか作ったでしょれ多分、大学でプロミラメネ言いづらいけど、あれを勉強しとると思う。PHP とかね。で、作れ。だいぶ時間かかった で、あの人は、ね、なんか知らない、そうかし本当かしあの、交通事故でね、これはほんと、なんか最初の金、なんぼかものって、それからやった、やったとは言わんけど、それをもとでにやったかもしれない楽天は、あの、彼女から1000万から言って楽天になったけどね、そういう話なんですよ。これヤフオクで見、ニュースで見てる。で、ヤフオクもね、ちょっと話があるけどね、携帯通ってせっかくヤフオクやろうと思ってんなことできるでしょう。一幕やるのは時間の問題。山口とも一幕でやって、 ブログのたら毎月500万の友達がね。ええと、それもいいんだけど、俺、ヤフオクやろうと思ったらね、あの、過去に電話機そこに書いてあるように、<laughs> 10台らいあるんですよ。持ってんの。で生活れか東海、つけちゃい、外し、つけちゃい外し、つけちゃい外してね。押したら、ね、ヤフオクしようと思ったらね、メールアドレスとか1個間違えたら通らんでしょ。だから、ややかしらって、今度、携帯こう取っとるけどね。このミシンけどね。取っとるけどね、あの、ヤフオクできるのさ、他のスマップマットとかできるけど。 これでなぜその、ぼちぼち来たかというとね、俺の、ね、えあアフリエートやったんやけどね、流れ言うとね、まあ、長いから、見てね、それ。今、え過去のやつ、え絵描いてるんやけどね、100万、120万くらい。れ、売るところ知って、売るところあるんですわ。トロサーモンの絵が100万とか、ジーミーの絵、ね、30万、描けんことないよ。だからそこに似たようなもん描いておくけど、だからそれがだいぶメインですわ。これで電話も取ったでしょ。 ね電話はこれ、いいけどね。ほ <laughs> ん電話でもね、なんか料金見たら、八千七百五十なんぼっていうね、最初一万五千リースね。こういう状態だから。ほ八千九百0 0今喋るの。八千九百なんぼいうからね、見とったらね。でその下にデータ通信料三 d で、それに、それに入っとると思ったんですわ。で、合計で一万なんぼって書いとってね、いろいろ,いろ、えっ、ー、と、一万、 えー、なんぼ1万8千の9千の1万3千555円ぐらいね。だから8千なんぼと思ったから8千9百円払ったんですよおっしたらちょっとね、3千500円ぐらい足り,足りません。400なんぼ足りませんよ。だからあっちの、あの、合計で書いてくれって言わなかったかな。だからね、男が見ようなのないけど、8千なんぼってメールで書いてるでしょうと、ブリブリ言ったか下の方についてた。 足すんだねだからね入っとると思うでしょあれ合計かかなお姉ちゃんに言うとるり少しのそれはさておいてそういう間違いもあるほいでねあのカードでもそう俺最初タ宅房してないでも2個振り込むんでややこしかったけどね俺友達に振り込みカード教えてたけどあんなもいいんできんけどね7個も使えんで教えとってやったけどね <laughs> だから今頃ねややこしいほいでねあのフランチャイズ店の、ね、ちょっとこのね金屋ストラ 俺はそのもとをやるけどね、なんつうかな、電話かかってきてね、いち,いちいちいちその、あのね、電話番号みたいな0、0 9 0 0ロ8 0ロなんですよ昔は公衆会社がかけですし、それが080-0900、ついからあんとこで電話かけたらね、じゃあ電話取ったらね、そんなんでした、そういう世の中でした、だいぶわかるけど。だからなぜ金持ちになって、120万円かえとるし、携帯取っとるし、で、自家取りで5億稼げるしいや、5億稼げるしじゃない、それね、 ざっと言うとね、自分の絵をね、5万ぐらいセットにして売ったらしいじよ、350円。それが1日で30万売れたんですわ。だから5年で5億、1年で1億、ね。そういう情報は誰も知らない。日本中でね、1個ね、えー、ヤフー、ヤフーに乗っとったんですわ。時間取り5億でも検査に出ませんよ。あるスペプイベント。誰も知れませんよ、あの音。割と AB チャットのね、きあのこれ、これは見ろ。あと見ろとかこう。 AV、AV チャットってあるのさ、新人出さんでもいいけどね。昨日の背広したらの、投げ千金入るでしょ。で、そう、で、YouTuber はそのうちやるしね。俺の YouTuber あれだと、あの、あれだね。田中かっこいいじゃないけど、安倍,安倍総理の嫁とかね。えー、小西奈美とか <laughs>、呼んで、テレビ局みたいになるのよ。今頃ね、テレビよりね、個人でね、例えばね、ヒカキンが長澤まさみ呼んでどうのこうのって、そっちの方が楽しいでしょ。 宝くじ500万分買いました。テレビでやるようなことをやってるね。だから、私しもやるから。まあ、そのうちよろしく、よろしくじゃない。勝手に来てくれ。<laughs> 勝手に来てくれ。ええー、それってね、まあ、な、なまし。だから、そういう金のブンも買っとるしね。だから、息をついてます。ほいでね、今日ね、福祉来てね、おしゃべりかな。俺、外出てね、俺、あんまり家の中で例えばね、あ、そうそう、クラウドファンティングでもね、皆さん調べんけら。 ひき、ひかない、いや、西のひきんごごんが一億集めてるのさ、プペルで、ピペル、ピペルですよね。ほいで、無料、無料なんとかで、四千も集めてるの、あの、無料見るやつね。だ俺もそれやそれと一つね、あの、バレーボールのね、見に行こうと思ってね、ちょっと調べたんですわ。あれ、プロレスと一緒やね値段。あれでバレーボール金持ち、金持ちみたいなけど、金入んだね。ただ見せてくれんやな。足とかスタイルとか見に行こうと思って。 だから昔からあれバレーボール見てたちょっと本当に民国かなと。世界以降民国、山本民国。それでちょっと話があるけど、66の女って大きいね。福祉校来とんだしさ。下から見たら桃太でも来て、怪物見た今日の姉、ね、ちゃん桃太太太かったな。よくわかんない。で、1メール六68の女も来てるんですよ。だから68の女っていうのは、わ、わしの昔のせえ1950年代でね、1970年代の女は、1メートル50、 だからね、60までぐらいの女は付き合うってことあるけどね、66もんな、この最近、福祉で見てね。俺もちょっと探したら、やめてください、女、みんな切ったの。えーとね、5 6、6にそしたら A の来てね、168が来ましただから、それとね、今ね、言ったこと、H のライブチャット、そうそう。あれもあるんですわ。あの、なぜか、女一人引っ掛けてね、これも見ろ。 日本の FC2 はダメですよ。海外にはあやったら1600万違いも、ね、だいぶ稼いだらしいわ。えー、っと2000、1000万ぐらい稼いだ。ほんで日本でもね、H の投稿した1600万稼いで、それは捕まりました。だそれ一番確実なのは海外行ってその、日本でも捕まったら捕まったこと1600万。それ入ってて、あのー、保釈金出てくるよ。悪いね。ここは 悪いことするやつをねあの、船橋かどっかの方で、こういうのな肉の。だからね、あれ、貧乏にあれ金ないやつ、頭のないやつ、転売で、牛肉を4,500万円わ、渡すほうも渡すほう、後払いがしちゃうから。もう向こうも必死やからね、売るの。金もんけど。これで2,500万円で売ってね、え刑務所やって2,500万円、どっかも借金かしてすけど、悪いバビでもないよ。だから、貧乏にあれなんの。 これふとね、この YouTube やこたってね、まあす、する、一人ことは大体まだあるけどね、アフリと、溢れると月1000万稼ぐんですよ。ねえ。だから、くだらんもん、登録船で降りました、上。先生に今われた。<laughs> まあ、だから、あの、若い時にね、あの、ホームレス殺されたじゃないけど、ホームレスもね、公園ぐらいおったらね、殺されんけどね、あんなバス停とかね、どっかのところに、なんかあの、人の多いところで殺されんけどね、 あれ殺され油かけて殺そうかって金気にもなりますわ。俺貧乏少年があの岐阜で追っかけたでしょ。あれしよう。自分がまたホームレス。生ともそう。冗談でね。くだらな話そんな気になりますわ。けっと。これで殴るんじゃない足で踏みつけたりするんだよね、今頃。ほおでお産殺し、最長8年、10年え。人生悪い。どこも仕事になれんの。ほいで、それなぜか言うとね、YouTube で見たらね、 例えば、あの、警察にあるでしょ私就職ないから普通の建築校ぐらいしか行かないでしょ部屋というので、行くとするでしょで、建築校は仕事ないらしいです雨の日とか。全部は。だからその、その、その、しに行ったらで野菜やパート、2万ぐらいする風呂な日、今日、トイレ、今日、普通乗ったらいいけど、まあ、そ,そこの住むでしょ私仕事ないで、食うもないで、え、家事をなされて、ホームレスになって。で、その上でたまらんから、あまたゲームしちありがとうございます、ってって一生懸命作業してる。 だそういう流れなんですって、皆さん。わかりますだから人生はそれとね、あの、これ、ほとんとあれよ、今日も言ったけど、こしち、マンションかもなって。なんだから、それとね、あと23日まで、携帯料金5000円用意するだ。だからだから俺はね、トラまーかと思ったけど、せっかくの勢をついてるから、行くとこまで行く。だからこれも度胸ですよ。あの、サラキン借りて気持ち悪いな。サラキンも三300万ぐらいだっ殺される。あの、山の中を持って埋められて、なるほどいい。